5月3は、大阪府池田市から、見直しにかけて連なる、北摂山系の山地と平地の境界部にあたる山で、大阪五十山の一つ。はっきりとしたピークはなく、日の丸展望台脇の山等三角点を一般に、標高としている。かつては、池田山と呼ばれた。市街、住宅地の近くに自然が残された里山として、貴重な存在であり、日本猿、タヌキ、 日本自家や日本イノシシも生息する。山麓は五月山公園として整備され、桜や紅葉の名所として市民の憩いの場となっており、ハイキングを楽しむ人も多い。山上にはドライブウェイが通じ、展望台、墓園、ゴルフ場、神社などがある。五機内市の摂津市には、佐伯山、池田村の北にあり、今は生って五月山と呼ぶと記されている。伝承によると、 池田館ツリークラブのある場所に、池松と呼ばれる松の木が、かつて存在したとされ、現在は、記念碑が設置されている。クレハと、綾羽ハが、木で折った布を、池松にかけて干したとされる。池松は、絹掛けの松、衣係の松などとも表記され、絹掛けの松とも読まれる。5月山からは明けた景色を望むことができ、北は、 川西市北部の山々が、西は六甲山の山系やその麓の街明かりが望める。南には大阪平野が広がり、大阪湾の海岸や大阪国際空港、関西国際空港から離発着する飛行機もはっきりと見ることができる。東は生駒山まで眺望可能。空気が澄んでいれば六甲アイランドや淡路島、紀伊半島の紀伊山地まで望むことができる。 市街地との距離が近いため、立体感のある展望が楽しめる。5カ所の展望台が整備されており、ドライブウェイハイキングコースからも眺望ができ、大阪府内随一の夜景スポットとしても有名である。5カ所の展望台すべて、山のふもとにある登山道から徒歩でのアクセスも可能。5月山のふもとにある展望台。徒歩でのアクセスが可能。 周辺には五月山動物園や五月山公園がある。五月山の中原、標高約140メートルにある展望台。南西方向に展望が開け、新稲川大橋や六甲山まで眺めることができる。集合台からは徒歩5分程度の展望台で、北西方面に展望が開けている。五月山ドライブウェイ途中にある駐車場の整った展望台。 大阪平野や大阪湾周辺を視界を遮るものなく一望することができ、大阪随一の夜景スポットとして有名である。五月氷展望台下からの眺望も有名。五月山の山頂付近にあり、駐車場とトイレが整備されている。螺旋状の展望等がある。五月山から望む夜景。ありがとうございます。